はい、じゃあ脱出ゲームイグジッツやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらハード、ノーマルは全部クリアしてます。ハード一つね、モノクローム、これが、解放されましたので、こちらちょっとやっていこうかなと。マンスリーは9月限定あるんですが、ちょっとこれはまだ、9月15日からプレイね、とりあえずハード、このモノクロームやっていきます。モノクロームの、ま、お部屋から脱出になるんですかね。このゲームはほんわか系の脱出ゲーム、ホラー要素はありません。ないよね、ホラー要素ないよね。まあ、うん、個人的にはね、あってくれてもいいんですけど、猫ちゃん、うん、完全に、あ、うん、いいね、モノクロ、白黒の世界、すべて白黒、モノクロでできてますよ。このでこれ電気スタンド右側、これはよれない、ん、不穏じゃない、 BGM 若干不穏じゃない、まあ、まあ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 、ホラー要素はねないので、あー、なるほどね、あー、傘かな、あ、まあでも、まあ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 、ホラー要素っていうか、まあ、コミカルな音ではあるかな。ぶで、コンセント、うん、こっからここへつなぎなさいと。ちょ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 、なになになに、絵によれたけど、なんだ、うん、わかりませんねとりあえず、まあまあまあ、最初はね、あ、ドア開きません。こっから脱出するのかな。これんは何、月のマークがありますが、うん、鍵、うん、でなんだ、なんだ、なんなんだ、とりあえず、まあ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 、最初はね、このようにね、うん、わかりませんよ。これは、これか、うん、さっきの関係ないか。いやー、な、うん、なんだ、なんだろう。え、な、なんだろう。いや、ちょっと全くわかんないね。まあ、まだ全くわかります。あー、これ、お、音符、音符ですね。音符ですね。この音符の下の四角いのには触れられない。あー、これ高さは、あ、これは高さは、何かしらのヒントにはなってると思います。これは、いや、ちょっと今のところまだ何もわかります。なんだなんだなんだ。ちょ、待って。なになに、速さが変わる。え、だいたい揃った。だいたい揃った。じゃあ、揃ってないな。ちょ、気になる、こういうの。だいたい揃った。だいたい。だいたい揃ったでいいんじゃない？一回離れると多分。揃った綺麗に揃った。あ、なんか、なんかちょっとずれてんのが、なんかちょっと気になりました、個人的にね。ちょっとね、これさ、この箱、この箱な、この箱、ちょっとこの47って書いてない、この箱でも動かないな、この箱動かないな。いや、この箱もなんかのヒントになってそうやのにな、わからん。ちょっと箱動かない。持ち上げられない。ぴったりくっついてるらしい。これ、あのね、ピアノの鍵盤かぽいよね。わかんない。実際のさ、ピアノの鍵盤みたいに並べる的な、だったら、よくわかんない。これ、この箱さ、いや、気になるな、これ。けど、しっかりくっついてるらしい。机にぴったりくっついて絶対に外れないらしい。ここも鍵やな。チェス盤、ん、ちょっと待、ま、ん、いや、あのぐるぐる回るやつの速さじゃないもんね。これは違うもんな。これ動かないよね、ほんでね。はぁ、ちょっとまだわかんないね。ここもね、ここも、あ、これはこれか。このそのままでいいのかな。左上がスペ、右がクラ、下行ってハート、ダイヤ。スペクラ、ハーだ。スペクラ、ハーだね。スペ、
桜はーだ。ピンコン開きました。誰か来た。これ入れちゃう、ここに入れないらしい。とりあえずこのあれよね、この月のこのマークにさ、リモコンでピッ、これはあったね、これはあったから、長いのが、一番長いのが右上で、中くらいのが左下、まっすぐ対極にあるね、対角にあるね、で短いのが下、これがどっかこの辺に、違うな、この辺、これじゃない、これこうピンコン、誰か来た、あ、もう一個出てきたちょっと待って、何、これをここに、もしかしてここに入れる、入れないなんか箱になってるっていうか棚っぽいからここに入れんのかと思って、じゃあどこだ、どこに入れるんだ、どっかに置き場所あるよね、この ドアの先かな、多分こっちは先に部屋があって、こっから脱出はすると思うのね。あ、これちょっと待って、あ、傘じゃんこれ、あ、ドアのマークが、マークっていうか模様が傘になってんじゃん、だから真ん中、上からね、真ん中右、真ん中左、真ん中、真ん中右、真ん中左、真ん中、 OK、 これがここやったよね、 OK、 真ん中右、真ん中左、真ん中、ピンコン、誰か来た、ブラックホワイト、この模様は、あ、ちょっと待って、そういうこと、そういうこと、あれやね、そういうことやね、どこでしたっけ、これでしょ、これがこの、要するにこれは左下やね、この一番左側がで矢印があって、この方向に行きなさいは、はい、左下から右上に向かいなさい、でそのアルファベットをなぞりなさい、ニューンといって H、 まず H 行ってニューンといって A、 HACK、 HACK、 ハッ、H A、 あ、 A やったら今 A C K、 ハック、ピンコン、誰か来たよ、鍵、 OK、 探してたやつ、これがここの鍵じゃない、で OK、 奥の部屋に行けます、あと暗いよ、真っ暗だよ、ここや、違う、あ、違うここには置かない、あ、ちょっと待って、これは、あ、これ、あ、これはあれや、これはあれやな、これはこれやな、これはこれで点滅、一番早いのが左から2番目、次が一番右、突きっぱなしが右から2番目、一番点滅の遅いのが左、 OK、 そういうことでしょ、で一番点滅の早いのがこれ、これやね、違う、これで次がこう、これが突きっぱなしで、これがこうでしょ、違う、あ、これがこう、これが、あれ、ちょ、え一番点滅の早いのはこれでしょ、でこれが消えてるやつなんかあった、違う、あ、これ、あ、これ押せえわ、ちょ待って、でこれはつきっぱなしになったでしょ、これが遅いので違うな、これが遅いのでしょ、あ、これでいけた、あ、金庫、誰か来た、あー、ちょ待って、ここに置くのか、これ置いてきます、え、これ終わったよね、でもブラックホワイト、まだ続きありますか、まだなんかに使うか、ほん、え、ちょ、何、なんだ、全部を色を変えなさいパズルですか、これ。そうじゃない？ちょっと待って、じゃあどうしたらいい？ああ、なるほど。これを、ちょっと待って、こういって、こういって、あ、違うな。あ、なんかいけたわ。なんか、いけたわ。
行けましたで明るくなりました。あ、なんか難しいね、隣合ってるところ色が変わるとかじゃなくて、なんかの法則あったのかもしれないけど、でも行けました行けたからよし。あ、これが回転のあれじゃない、早い遅い、これじゃない、あ、多分そうやと思いますよ。でこれがなんだ、あ、これ高さじゃない、ここのこのこれ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 この高さに合わせればいいんじゃない。左上が一番高いでしょ、右から2番目が次、ほんで左から2番目一番右、はい、この高さを合わせていきますよと。これが一番上でしょ、でこれが2番目でこうピンポン、あーこれじゃん、あこれじゃん、あこれじゃん、そういうことね、そういうことね、そういうことね、これ逆でしょ、でもだから、左から入れていくなら右から入れていく、3、2、1、3、2、それがどこでした、それが一発で行きたいね、あれを入力するところに一発で行きたいね、ここか、ここ、あ違うここここここ、はいそこ、3、2、1、3、2、あれ違う、え、あれ違いました、あ、こじゃあ逆じゃなかった、こっちか、こうか、はい金庫、あれ懐中電灯出てきた、モノクロの世界なのに唯一モノクロじゃないのが出てきました。これどうすんのかな、ちょっと持った状態でこ次のとこ、あこ、あ、あー、あ、え、あ、あ、こうか、もしかしてな、はい、メロン、メロンじゃないメオ、メオ、あ、ミョー、猫の鳴き声、ミョー、何がどこどこ、ちょっと待って、アルファベットあった、アルファベット4文字だとあった、ここはさ開いたもんね、ここ鍵か、ここでもさドアさ鍵じゃないのよね、鍵穴があるわけじゃない、でこれは、あ、あこれは行ったよね、でこのなぞるやつはまだ行ってない、ちょ待って、ちょっと待って、わかんない、これは、あ、これはヒントで終わったやつ、これ開いてない、開いてない、あーどこが開いてて、どこが開いて、ここ開いてでしょ、こっち開いてないね、こっち、あーこれレコードじゃない、これレコードでしょ、で下の音符は、終わりました、ここ開いた、これも開いた、これヒントじゃないのかな、いやこれ関係ないのか、いや分からん、もしかしたらこれを何かでバラバラにしてサイコロみたいに、いや違うな違うな、違うね、これは終わったよね、でこの下も開いてる、え、どこに進んでったらいい、これ終わったでしょ、あこれか、あここか、ミョー、ん AN でしたっけ、あ W、 あ A じゃないな、なんだ、ミョー、おう、 OK、 いけた、ほんでほんで何が、この丸は何なんですか、猫ちゃんいるでしょ、その周りの丸は、はっ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 、食うんかいマジか、これをこうね、これをこう乗せます、で、おお変わったよ、はあ、3、1、1、4、1、1ですか、ちょっ、な、ん、なんだ、いやちょっとわからんな、これわからんな、びっくりしたこれ、ね、この絵によれるのかもっとって思ったらここが開きましたか、びっくりしたわ、教えてちゃんと、これはなぞる順番に関係してくるよね、ただその順番はこれだけじゃ今はまだわか、あこれ、え、このさ右上の20丸これ関係する、あこれ、え、これ何個ある、 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、多くない、12 これ、あこれか、なんだ、足すの、いや、いや違う、
え？ちょ、え？これ、ちょっと待ってよ。これは間違いないよね。これは間違いなくて、上下あるよね。上下あって、3-1 と4-1でいいのか。それでいいのかな。いや、もうそれでいいよね。それで良くなかったらわからんわ。でも白の、白じゃなかったのよな。違うね、やっぱ。これじゃない。白の上じゃなかったわ。ってことは、なんだ？どうしますか？いやー、まぁ、ちょっと他まだ調べられるとこあるからそっち見ていきましょうか。あ、クマちゃん。コンセント、コード持ってたよね。絵でね、これ。これ。これと何か関係はあるんでしょうが。このクマちゃんが何かをしたらコードを持ってくれる？わかんないね。鉛筆？は？鉛筆取りました。この鉛筆立て？これは何かわかんない。鉛筆持って、あ、ここかもしかして。ここに、シャカシャカ、何にも書かない。あった。これでしょ。この紙でしょ。ここや。シャカシャカ。こんなんなんかあったな。ここか？いや、違うね。ここ鍵か。ここ開きましたでしょ？ほんで、これか。これね。丸から丸、四角から四角、三角から三角。で、丸から丸行くのは、OK。そういうことね。丸から丸は、テトリスの一番いらんやつ、みたいな、やつやね。ほんで、四角から四角は、この字型の、底がないやつ。で、三角から三角が、つの逆ね。ひらがなのつ、みたいな形の逆のやつね。それが、ここでしたね。これがテトリスの一番いらんやつ。これ、逆か。こっちか。こっちやったね。で、四角から四角がこの字の、この逆、これ。これ、三角から三角が、こう。いった、金庫、開きました。ん？ナイフ。ナイフ。鉛筆削らないよね。鉛筆終わってるな。鉛筆終わっちゃってんのよね。あ、ここか。この絵を切り抜いたら、こっからコードが出てくるんじゃない？あ、全然違いました。出てこない。これ切り裂いてみる？切り刻んでみない？これ、間違いよね。ここか？違うね。じゃあ、これ電気コードも、わかった。ここにコンセント繋いだら、コード繋いだら、これが光って、このモノクロの世界が色を取り戻すんじゃない？そういうやつなんじゃない？実は。知らんけど？知らんけど。これ切っちゃう？切ったら危ないよね。それは危ない。ここが開いてないのよな。鍵なのよね。ここ開いたでしょ。これ終わってるでしょ。これまだなのよね。これがまだなのよね。ここ、あ、ここぶち抜くか。ナイフで。切り刻んで。ないね。これ開きました。あ、ここも開いてないな。あ、ここも開いてねえな。ここ開いた。あと何や、これか？これをバラバラに。あ、切り刻まない。これで気になんねんけどな。なんかまだありそうな。これ終わったでしょ？ここも開いた。あ、まあ、左から見ていきます。これ終わったもんね。ピアノ終わったもんね。ここを、ここ開けたいけど、レコード4つ出てこないと、ここ違ったしね。え、なんだ？じゃあなんだ？これはわからんでしょう。これだけじゃ。と思うけど。これなんか、動かない。もう動かない。ここを、
や違うな、これやと思ったけど違うのね。じゃあもうな、ないよ。いや、そんな猫ちゃんを切り刻むなんてことはできないよね。うん、さすがにそれはできないし、髪を、じゃあどこ、ナイフ、何、ナイフ寄って近寄ると、うん、見れないな。ちょっと待って、こっちか、こっち、あ、ここに隠れてんのかと思った。切り刻んだら出てくるってことはなかった。ちょっと、ここのコンセントの穴にナイフを突き刺す、突き刺せない、これ分からんよね。今の状態で分かりますか、何かヒントありますか。ちょっと待って、見に行こっか、もう一回見に行って、いや分かんないよ。鍵の場所が最後だとして、仮にね、けどそれまでのルートは分かりません。このハート、スペード、ダイヤ、クラブ、この印、お印はあったけど、分かんないね。これ、この絵ね、結構ライトで照らしなさいやけど、それ以外に、なんだこれは。これなんだ、丸の数、大きいのが3つ。中くらいが1,2,3,4,5、実際のが4。いや、わからん。これよね、これ、これよね。下向きの矢印みたいなのは黒やけど、あっち白かったのよね、上向きはね。だからこれ3,1じゃないとして、なんだ、しかも2桁っぽいから、あー、なんだ、ちょっと待って、でもこれ白、白矢印みたいなのは外側にありますけど、いや足さないよね。まあでも確かにこれ3141だけじゃないもんね、書かれてあるのが違うから。あと矢印の向き、これ1個は白だから反対になりますよ、で反対向けて、反対向けたら開きまへん。なんだこれは、どうするんだ。3桁311とか411は入んないよね。これなんだ、カッターなんだ、どこだ、カッターはこれ今使えないね。この辺解かなきゃいけないのか。この丸もわかんないけど、この絵も切り刻めません。あとこれでしょ、これも何かまあ浮かび上がってこないとわかんないよね。そうなると今滞ってるのが、止まってるのが1個はこれね、1個はこれ、1個はこれのこれね、で、あー、あれか、これか、1個はこれか。ぶ、で、ここ鍵がありません、鍵穴あって鍵ありません。で、電気コードか、電気コードで脱出するんじゃないかな、最後の方じゃないかなとは思いますね。これはマークは印はあるけど、いや押す順番ではないんじゃないのか、いや押す順番なんやろうけど、あとこれレコード、これこじ開けられなかったよね、ナイフでね、こじ開けられない。ほんでぐるぐる回す、そういう仕掛けもなんか解かなきゃいけない。ここもなんもないのよね、もう触れません、もう私には触れもしません。あの、いや、じゃあこのサイコロ、これなんか関係しないのか、ちょ
ちょ待ってよ、これを、これ、あー !47、これか。上矢印、これか、47か。いや、そういうことね。じゃあ、あっちの31は完全なトラップなんや。間違いなんや。47ね。これ、いけたでしょ。あー、42になってる。こ、金庫開きました。これ欲しかったやつ。両方差し込む、あれ、両方差し込むプラグついてるやつ。これ欲しかったわ。でもこれ脱出かと思ったけど違うのね。いや、こんなところで詰まるとはな。あ、ビビ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 しちゃった。ビビビビ、ごめんごめんごめん。ごめん、ビビビしちゃった。ごめん。これを切っちゃ、切っちゃ、これをコード切らない。なんだなんだ、電気もついてないな。なんだなんだなんだ、こっちか。こっちがなんか変わってる、こっちがなんか変わってる、変わってない。ええ、ちょ、え、ちょっとな、え、ちょっとビビ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 、クマちゃん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 、なんか、あ、鍵、あ、鍵あるよ、足のところに鍵ある、あ、足のところに鍵あるよ、あ、ビリビリで透けて見えました、これの足のところにシャッ、鍵あるよ、そういうこと、いやー、わかりにくい、これが、あ、金庫、ここ、あ、ここ、これの鍵じゃない？ここのガチャコン。はい、開いたわ。レコード版。あ、そっか、蓋閉まってるんじゃなくて、レコード版がそもそも入ってなかったのか。やっぱこれヒントになってたんやね。いや、見逃してたわ、この模様ね。いや、この模様ヒントになってんじゃねえのって思いつつ、ずっと気にはなりつつ、これ完全に見落としてたな。最初から、もう注目してたはずやのにね。で、これで回り出すでしょ。ぐる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 、右上が一番速い、次が左、左下、右下、左上ね。OK。これが、ここで、これが一番速い、ここは次、これが一個、OK。金コン、開きました。シャコン。で、あ、もういける、もうなんか出し、色がついてるよ、そっか、あれか、あの、あれなぞんなきゃいけない、これね、最後これか、ほんで、ちょっと待って、何が、ちょっと待って、ここ色ついてるか、色ついてない、あ、スタートとゴールか、いや、どういうこと？何？どういうこと？スタートとゴールにはなるんじゃない？でも。ただ、いや、違うな。もうアイテムがありません。どうしたらいいですか？この、あ、これじゃん。赤、青。ピンク、黄色。赤、青。ピンク、黄色。まあこれ赤青ってことはハートスペードピンク黄色、どっかに色のついたのがあるはずなんだよね。じゃあね、音符違うのか、これも色はついてない、なんかどういうマークがありました、鍵でしょ、だからハート行って青行くでしょ、ほんで、これに色をついてるわけじゃないよね。二重丸。何？どういうこと？あと、骨。鍵。あ、オッケー。わかった。だから、ここ。こう。はい、金庫開きましたね、あなた、はい、開きました、いやー、色のある世界に脱出しました、いや結構悩んじゃいましたね、今回ね、途中ね、モノクロームから脱出していきました、イグジッツでした、うん、まあホラー要素は全くなかった、でもヒントがちょっとひねりすぎじゃない
いやカッター持ってうろうろするとこは一番悩みましたね。まあ箱ね、箱に書いてある模様ね、確かにな、最初から怪しんでたのにな、なんであれを見落としてたんだ、ちくしょう、めちゃくちゃ悩んだよねっていう感じでやっていきました。いやーでも楽しい、楽しい脱出ゲームです。イグジットね、ほんわか系のほのぼのした、まあほのぼのはしてなかったかな、うん、今回はねモノクローム、ただまあまあホラー要素ってわけではなかった感じでしたね。いや好きです、楽しい、そしてちゃんと脱出できる、いやー脱出ゲームって楽しいですね。終わりです。